いからいい。でもね、メックやってると皆さん基本的には胸が大きくなる期待がありますから、女性の方々頑張ってください。全然小声になってないですよ。私ですね、 P から E という人を2人知っています。本当です。3段階ジャンプアップですよ、うん、BMI17.78、 これは大きくなる可能性があります。そう、太れたんだ。あ、これからですよ。そしたらこれから、これから頑張って噛んでお肉と油と食べて、あと例えば今だから何キロだっけ、49でしょ、 あと3キロぐらい増えたりすると体全体がこう丸くなってくるから、うん、よく噛んで大胸筋を鍛えて、うん、そういう人本当にいっぱいいますから、よく噛む、とにかくよく噛んで、よく栄養を吸収できる状態にして飲み込んで、胃腸への負担も減るし。そうなんですよ、うん、つながってるんですよ、うん、グーって噛んだ時に首筋に一本硬い筋肉が皆さん出ますよね、うん、それの鎖骨までつながってる筋肉がその胸鎖、乳突筋、うん、それが吊り上げられて緩められたりとかすると、その下にあるのは大胸筋なので、一緒に連鎖的になるわけでございます。皆さんイーってやった状態で胸の、大胸筋に手を当てて噛む噛む噛むってやってみてください。そうすると胸の筋肉が動いてるの分かるはずだから。分かりますよね、イーで噛む噛む噛むですよ。そうすると胸の筋肉動きます。ということはそこの運動を毎日何千回もすることになるので、それが積もり積もって大胸筋が鍛えられていくので、バストアップにつながりますから、1日2日じゃダメですよ。半年とかやってるうちに変わってきます。うん、本当にそう。さっき言った B から E になったっていう人はですね、体重で言うと4、まあ、その人もすごく痩せていて、それで太ったんだけど、42から46に4キロ太った。そういう状態で、カップ数が3つ上がってるっていうことなので、本当ですから、25歳かな。